おっしゃる通り、私の建築は、時代とともにスタイルも変わるし、素材も変わるし、形態も変わってきました。しかし、私の中で一貫しているのは、建築は人間のためにあるということです。多くの世の中の建築は、むしろ人間がいない時の方が美しい、私は人がそこにいる時の方がより美しく見える建築を作りたいと考えてきました。人間がいて、そして、その大きな衣服のように人間を包み込む、そんな建築をいつも作りたいと考えています。仙台も三木本も確かにその構造をどのようなストラクチャーで作るかということには大きな関心がありました。そして、あまり他では見られないような構造の形式を使っています。しかし、そのこと自体が問題ではなくて、そのような新しい構造を採用することによって、そこにいかに人間的な空間を作るかということの方がより大きな問題です。例えば仙台メディアテックの場合には、あのような大きな木の幹のようなチューブを何本も置くことによって、その間で森のような空間を作る、森の中で人々が読書をしたりビデオを見ているような、そんな空間を作りたいと思ったわけですね。一方、三木本の場合には、これは商業建築ですから、インテリアまで我々が関与することはできなかったんですけれども、そこにどのような光がどのようにこう差し込んでくるか、それは見方によっては林の間から木漏れ日が差し込んでくるような、そんな自然のイメージという点では共通していると思います。トッツの場合は三木本よりもよりダイレクトに木のシルエットが構造体になっております。この建築の場合には、そんなに大きなボリュームでもありませんでしたし、ファサードが L 字型に折れ曲がっているというような問題もあり、その木のストラクチャーを全ての刺繍全ての面に連続させることによって、この木に囲まれたスペースというイメージをより強く表現したいと思ったわけです。私は随分前から建築と周辺環境、自然環境との間の距離を小さくしたいとずっと考えています。そしてできるだけ人々が自然環境から閉ざされたところで暮らすのではなくて、自然環境との連続的な空間の中で生活をしたり仕事をするということを目指して建築を作っています。